起きて。10時過ぎてるよ。あとちょっと15分だけ。15分長くね？おはようございます。寝たの7時半だもん。最後の日だから行こう。じゃあ10分リビングでちょっとおとなしくしてて、 10分だったらちょうど15分だから切りよく。よし、2022年最後の朝、最後ではないか。どう？どんな気分？眩しすぎ。サーブ。いやー、おはようございますね。今日はメンバーさんの最後の営業、密着らしいです。バタバタだな、やっぱり年末って感じだな。何ですか？何が？年末って感じバタバタするね。みんなそうだろう。何の話か全然わかんないんだけど。年末だからバタバタしてるよってことだよ。バカなん？これからどこ行くんですか？まずはジム。いきなり？もう今日はトレーニングの納めだ。お帰りなさい。私もあの、お疲れ様でした。また買ってきたんで出したいんですけど、いいですか？だっていつもいらないもん買ってくるじゃん。これです。お疲れ様。ツタヤで買ってきました。じゃあチャンネル登録10万人と。何ディオールって？チャンネル登録10万人と、うん、今年を抑えられましたってことで、ちょっと本当だ。書いてあるじゃん。そうです。チャンネル登録10万人おめでとう。ハワイ行くとき使って、ありがとう。スタヤに売ってる？ディオールなんて。スタヤ売ってました、ギリギリ。え、売ってんだ。一応年末年始ハワイ行くって言ったじゃないですか。うん。だそれでまあ使えるかなと思って。逆にスタヤにディオールがあることに驚きなんだけど。パスポートケースね。そうです。ありがとう。持ってます？持ってる。あ、持ってるん？持ってるよ。え？俺持ってないと思ってた。スポーツケース持ってるけど、やっぱいいよ、全然。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。うん、ありがとう。何食い行くんですか？やっぱ年越しだからだよ。何食い行くんですか？スパゲティ。スパゲティ。年越しメインですもんね。パスタ。いや、年越しパスタってことで。いや、あるでしょ、うどんとかパスタとか。年越しパスタですね。そうそう。です。はい、もう3時ですけど。うん、もう3時だね。この後はから買い出しって会議だ。4時から買い出し。うん、間に合う？4時に間に合うでしょ、全然。めっちゃ混んでると思うよ。めっちゃ混んでる。だってスーパーの混んでるなんてね、たかが知れてますよね。半端ね、混んでるんだけど。スーパーでこんな混んでるのやだよ。スーパーだから。いいスーパーじゃない。なんなの？鮮魚センターか。鮮魚センター。毎年ね、あれなのよ、年末の営業最後の日にうちの社員全員にそのお弁当を買って届けるっていう宿命があるんですよ、俺に。うん、全部買って他の人が買えないぐらい買い占めちゃう。何個買おう？25人前分。じゃあみんな1年間お疲れ様。お疲れ様です。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。これが最後の晩餐だ。今年のみんなで食べるご飯はそれだけ会えなくなるけど、今日から元気でやっていってほしい。はい。食べて。何それ？何なん、勝負？何今の？まあ、いただきます。いただきます。おかわりもある。おかわりがある。あれ、待ってね。じゃあ年末年始過ごし方ベストオブザイヤー取った人1万円。おお、
最優秀賞とかもあるかもしれないからね。日の出でも見に行こうかなって、まあ、自分の時間でお家でゆっくりします。登山してあのそこで初日の出を見るっていう、ちょっと長野にちょっと実家に帰ろうかなと思ってて、ちょっとこたつね書き初めでもしながらゆっくりしようかなと一泊二日で、家族で旅行に、まあ、旅行プレゼントしました、はい、自分は地元が宮崎なので、宮崎に帰って、母ちゃんとかばあちゃんとか友達にこう一枚こういうことしてますよっていうの話と、ご飯食べながらゆっくりして時間を過ごそうかなと思って。糸井さん落選、坂口さん落選、柴田ノミネート。もう1万円なん、もう1万円なん、ノミネート1万円。神ちゃん、はい、ノミネート。おーよっちゃん当番でノミネート。おーしょうまノミネート。おめでとうございます。最優秀賞ショウゴ。誰ノミネートされた人結構多かったよ。ノミネートキャバクラほとんどです。キャバクラほとんどですよね。こんな遅れなくなったってこと俺じゃん年内最後だから気引き締めて、はい、トラブルのないようにしっかり営業してやって帰りましょう。はい、終わりました。終わりましたね。ここまではそれで一回自宅に戻ります。一回帰宅して、一回帰宅してやることがいっぱいある。何やるんですか。ふるさと納税やんなきゃ。終わったっすか。終わんないよ。そこはあれかなと思いますけど、まあ、もし心配でしたら供託で入れといてもらっても。その日祝日なんですけど営業時間って何時までになりますか。ビーフキッチンで 十分だと思いますけどね。7980円。トマトマヨコロッケ。あ、そうですか。十分かな。はい、仕事や仕事。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。旅行ぶっ飛ばす。そうですね。今日もね、一日めちゃくちゃありがとうございました。まあ、ほんとに年末最後ってやっぱみんな世話しないと思うんだよね。まあ、こんなもんなんです、私もね。まあ、ただ世話しない田舎でも事故とかだけは気をつけて、まあ、皆さん過ごしましょう。最後まで見ていただいて本当にね、今年も一年ありがとうございました。来年もまたぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と SNS のフォローも待ってます。バイバイ。